血圧が落ちています。ペッパ、輸血の準備を。はい、血液型をチェックします。え、ペッパ、何してるんですか？早く。先輩、指揮官の血液型情報がありません。またですか。指揮官たちの情報に気を配れとあんなに頼んだのに。また血圧が。ペッパ、すぐに血液検査のキットを用意してください。はい。待ちたまえ。副司令官様、どうしてここに。私が手伝おう。気がついたようだ。まあ、これのためだ。あ、君と私が同じ血液型だったからな。非常に珍しい血液型だ。人類の歴史上数人しかいないと聞いていたからな。さあな。偶然だと思うか？冗談を言う気力があるならもう心配いらないな。君と私が持つ血は貴重なもんだ。だからその血を求める奴らに狙われないように、いかなるデータベースにも登録されない。作戦が終わってからどうなったのか気になるだろう。投入されたニケは量産型を除いては大きな被害はない状態だ。皆無事に復帰し、作戦は成功だ。そして君にはマリアンと会ってもらう。今すぐ麻薬性の鎮痛剤を投与したから動けるはずだ。できれば患者を動かしたくはないのだが、一刻を争うというのでね。移動しよう。指揮官。久しぶりだな、マナ。はい。体はどうだ？そうか、よかったな。作戦を成功させた手柄をねぎらいたいのだが、それよりも急を要することが起きたので呼んだのだ。お前にしかできないことだ。まだ。はい。指揮官、指揮官、指揮官、指揮官。見ての通り侵食状態だ。そして彼女の頭には妊婦がない状態だ。理由はわからないが、アンチェインドが作用したのだ。侵食は妊婦にラプチャーのコードを入れて操縦するものだが、今のマリアンは妊婦がないにもかかわらず侵食されている。なぜこんなことができるのだ？コードネームトーカティブがマリアンの脳に直接物理的にコードを入れました。操縦も制御もできなくなりますが、頭を壊すには最適な手段です。単なる悪意だな。治療する方法は？物理的な脳の洗浄以外には方法がありません。マリアンの脳が言葉通り白紙になります。妊婦がないため脳に情報を強制注入することもできません。つまり新生児のような状態になります。すべてを忘れてしまうのです。記憶はもちろん、喋る方法、歩く方法まで、すべて。
選択肢は二つある。マリアンを安らかに眠らせるか、最初に戻すか。選べというのか？今すぐ。時間が経つと脳が損傷して洗浄さえもできなくなる。今決断を下すしかない。マリアンの現在の管理者はお前になっている。お前が選択しなければならない。やめなさい。いや、選択するしかない。副司令官として命令を下す。マリアン。アンダーソン、選択は彼がする。感傷的だな。らしくない。過去のことでも思い出したのか？おい。脳の洗浄か。ここに自筆で署名しろ。お前が最終的に承認しなければならない。一体何のつもりだ？ここまでする必要があるのか？この書類に署名した瞬間、マリアンの脳の洗浄が始まり、ニケ、マリアンの所属はお前の率いる分隊となる。マリアンは今ラプチャーとニケの間のどこかにいる。実験台に乗せたくて血眼になっている奴も大勢いるだろう。それを公然と防ぐこともできる。お前の部下になるわけだから。よくその条件を了承させたな。いくつかの事業を手放せばいいだけさ。署名しろ。それがマリアンを救う道だ。確認した。すべて終わったら前哨基地へ送る。辛い選択だったと思う。ご苦労だった。ご苦労だった。戻って治療に専念しなさい。死んだ。その破片を回収してアトラスケージに保管している。前哨基地で待機中だ。呼んでほしいのか？引きたまえ。今回の作戦では多くの戦果があった。ラプチャーの地下施設を壊滅させ、トーカティブを倒し、その破片を手に入れた。そしてヘレティック一体を無力化させた。それに比べこちらの被害はごく少ない。慰めになるかはわからないが、この成果は全て君のおかげだ。休みたくないかもしれないが、とりあえず休みたまえ。命令だ。丈夫。もう安定しつつあるから。そのセリフ何回も聞いたよ。意地張らないで行こうよ。このままだと死んじゃうってば。大丈夫。もう本当に落ち着いたから。正常温度に戻った。ごめん、二人ともありがとう。髪が赤くなったのと何か関係があるんですか？うん。もう2秒稼働してたら脳まで燃えてしまうところだったのよ。あなたのおかげで助かったけど、本当に危なかったんだから。あれが何だったのか説明してくれないんですか？体を蝕むけれど最後の切り札みたいなものよ。よくある話よね。超音速で物が投げられるようになる最後の切り札なんて、そうそうないと思います。わかりました。これ以上聞きません。そう、
ありがとう。指揮官は？お腹に穴が開いていたからね。今治療中だよ。あ、その話なんですけど、師匠、今日戻ってくるんですって。何？ええ、何その回復力、本当に人間なの？師匠はですね、人間を超越した存在なんです。なんであなたが得意げなのよ。マリアンは？あ、侵食が脳に直接作用したみたい。脳の洗浄をした後にこの分隊に配属されるって。そしてその決定は指揮官様が下したらしいわ。そう。師匠、大丈夫でしょうか？さあ、わからない。触れるのが怖い。指揮官様、そのベッドは何？それに隣のその機械は何？この指揮官室を病室として使います。何？指揮官がそれを望んでいますから。これ大丈夫なの？もちろん大丈夫ではありません。感染のリスクも高くなりますし、非常時の対応策も限定されます。指揮官様、帰って帰って、感知してきて。一体何のつもりなのよ。早く病院に帰って。指揮官様がいなくてもここは大丈夫だから、早くちゃんと治療して。指揮官。師匠。皆さん、指揮官室にベッドと機械を運ぶので手伝ってください。説明は以上です。全部覚えましたか？ええ、問題ないわ。説明した通りにすればすぐに治りますよ。そもそも回復力が強い方ですし。でも何かあったらすぐに連絡してくださいね。24時間待機しています。ありがとう。どういたしまして。私が見守っているから、二人も休んで。大丈夫？うん。じゃあ、4時間後に来ます。マリアンの話は聞きました。辛い決定、お疲れ様でした。念のため言っておきますが、指揮官はマリアンを救いました。その事実だけは絶対に変わりません。だから今は眠ってください。私がそばにいます。ドラゴンは危ないから、もっと火力を上げないと。私のお尻、綺麗。匂いなんてしないよ。目覚めですか？ドレッシング剤と抗生剤を用意します。アニス、ネオン。私は寝ていません。夢を見ていただけです。何？指揮官が起きたわよ。用意しよう。オーケー、もうできてるわよ。師匠、どこか気になるところはありますか？じゃあ寝てて。何かあったらすぐに呼んでよ。わかった？私たちはいつものように仕事を。
どうされましたか？来たみたいね。行きましょう。そう。本日付で、ニケ、マリアンは、カウンターズ所属になる。質問はあるか？では、大丈夫だ。私はアニス、よろしくね。ネオンです。よろしくお願いします。初対面から申し訳ないですけど、私がスパイってことは秘密にしてくださいね。私はラピ。まだ言葉は喋れない。少しずつ教育するように。マジか。指揮官。教官、これは。脳の洗浄は完璧だった。しかし、自分の名前と、指揮官という単語は覚えていた。理由は不明だ。魂というものがあるならば、それは脳に存在しないようだ。非科学的だね。だからこそ素敵なんですよ。習得能力は高い。多分すぐ喋れるようになるだろう。そして、いや、何でもない。では、もう帰るとしよう。護衛します。よろしく頼む。じゃあ、マリアン。ん？これからは私のこと、全知全能なアニス様って呼んでね。そう、繰り返してみて。全知全能なアニス様。全知全能なアニス様。全能。その通りその通り。全知能な。知能なし。違う。レッドフードを使ったのか。はい。状態は？食われてはいません。2秒くらいでしたから。大変だったろうな。気にしないでください。仕方のない状況だったとはいえ、今後はもっと気をつけた方がいい。目撃者がいた。アブソルートですか？いや、付近で交戦中だった量産型ニケ2人だ。どうなりましたか、その2人は？記憶消去。何が言いたいかは分かる。しかし、お前が抱えているものがアークをひっくり返しかねないというのは肝に銘じておけ。分かっています。ならよかった。それで何と言っていた、レッドフードは？特筆すべきことはありませんでした。アークを破壊せよという、いつもと同じ言葉でした。